とこに町がある。まだ行くの？お父さん帰ろうよ。ねえ。誰もいないね。ねえ帰ろう。お店の人に怒られるよ。お母さん、お父さん。怖がるな。私はそなたの味方だ。いや。口を開けて、これを早く。この世界のものを食べないと、そなたは消えてしまう。いや。じっとして。裏のくぐり戸から出られる。外の階段を一番下まで降りるんだ。そこにボイラー室の入り口がある。ここでは仕事を持たない者を湯婆婆に動物にされてしまう。湯婆婆？会えばすぐにわかる。ここを支配してる魔女だ。辛くても耐えて機会を待つんだよ。私は千尋の味方だ。どうして私の名を知ってるの？そなたの小さい時から知っている。私の名はハクだ。神様たちが疲れを癒しに来るお湯屋なんだよ。それなのにお前の親は何だい？お客様の食べ物を豚のように食い散らして。当然の報いさ。お前も元の世界には戻れないよ。今からお前の名は千。分かったら返事をするんだ。え？